はい、こんにちは。今回ね、ご紹介するのはこちらです。これまでに、ね、引き続き日本テクニカル株式会社さんからのレビュー用提供品です。もうね、匠ブランドといったら馴染みのある方もいらっしゃるかと思いますが、いろんなデバイスに偽装したねカメラでございます。今回ご紹介するのはこちら、匠ブランドから今回はスマートフォン型ビデオカメラ、スマートモバイルのご紹介です。価格がね、19,224円となっています。ペン型とかね、モバイルバッテリー型とか、いろんな形のビデオカメラご紹介してきましたが、今回なんとスマホ型です。これまでと同じようにフル HD の録画可能です。 1080p ですね。このように動体検知録画、上空き録画、外部電源動作、スマホ給電機能ということで、 32GB までのメモリーカード、マイクロ SDHC に対応した、まさに iPhone という感じのスマホ型カメラでございます。シークレットカバーシールということで、この SD カード入れる部分がね、穴開いてるんですけど、それを覆うようなシールが入っていたり、18時間稼働したり、そしてこのようにね、緩やかなカーブで、ちょっとレンズがね、上を向くようになっているということで、水平向いてしまうとね、かなりテーブルばっか映ってしまうので、まあ、ちょっと上向きに映るというのも特徴です。画質もフル HD ということで、証拠撮りには十分な画質が撮れるということで、いろいろとね、匠ブランドのホームページには情報が載っています。では実際に見ていきましょう。パッケージこんな感じです。モバイルバッテリーカメラと金色のこうロゴが入っています。 1080p モデルは A9 というモデルですね。このような箱に入っています。開封しました。中身ね、このような感じです。こちら充電用のアダプターコンセントですね。そして充電用 USB ケーブル、マイクロ USB です。そして持ち運び用のポーチとリセット用のこのようなピン、これはね、まさに SIM カードをこう抜き刺するようなものと一緒ですので、こういったとこもね、合わせているのが面白いですね。そしてこちらがカバーです。カバーというのも、これ本体こちらなんですけれども、こんな感じで今ね、 SD カード入れる部分はごそっと開いています。ですので、ここに SD カードを入れた後に、このね、蓋で覆うという、これがシールになってますので、こんな感じで使用するための偽装用品ですね。今ちょっと指紋ついちゃってますけれども、フィルムが今ね、貼ってあるので、ペロッとめくると綺麗になるかと思います。ちょっと最後にめくります。そしていつも通りの説明書、わかりやすく日本語で書いてあります。こんな感じで、ステータスランプと電源撮影ボタン、リセットの穴と給電端子、カメラレンズ、マイクロ SD スロット、このような感じの各部名称です。まずマイクロ SD カードを入れましょう。今回ね、16GB のマイクロ SD 東芝製をここに差し込みます。こんな感じです。ちょっとね、カチッという感触はないので、ちょっと注意してもげないように、こんな感じで止まるとこまで差し込みます。そして電源は横のここに細長いボタンがありますが、こちらを長押し1秒すると、このようにステータスランプが赤色に点灯し、待機状態になります。ここから電源ボタンを1回ポチッと押すと2回点滅して消えます。これで今録画開始されています。カメラはどこにあるかというと、この上の部分ですね、ここにあります。ですので、こうやって置いて、で、先ほどご説明したように、これね、ちょっとこんな感じで浮いてるので、フロント側が完全に机と平行ではなく、ちょっと浮く形です。まあ、角度が、距離が離れるほどね、上の方映りますので、どうでしょうか。お決まりのアトム君をね、映しますが。こんな感じ。角度的にいかがでしょうか。これ音声取れてるのかな。今床に水平に置いています。で、ちょっとたわんでいることで、これぐらいですね、上に上がる。どうでしょうか。2メートルぐらい今離れたところに眠そうなワンちゃんがいるんですけれども、顔が見えてるかな。
このようにある程度の高さに持ってくると見えるかなと思います。どうでしょうか。こんな感じ。これだったらね、ペットとかにも怪しまれずにスマホのようにね撮れるんじゃないでしょうか。ちょっとアングルが今どうなってるかっていうのが気になりますけど、どうでしょう。撮影しているね、テーブルこんな感じです。いかがでしょうか。先ほどのねワンちゃんは結構暗いところでね撮ってるんですけれども、いかがでしょう。解像度感こんな感じです。録画している際はこのようにね消灯していますので、なんか撮影しているっていうのはバレにくいかなと思います。そして終了したらもう一回押すとこのように待機状態に戻りますので、電源切る際は長押し4秒、これで電源がオフです。非常に単純ですね。分かりやすく操作できるかと思います。また動態検知は録画モード待機中に2秒間長押しすると動態検知機能が動作いたします。動画をパソコンに移動する場合は直接 USB でつなぐこともできますし、 SD カードを抜いてリーダーで読ませることも可能です。蓋を閉じてしまうと SD カードが、ね、取りにくくなるかと思うので、USB で接続してね取り出すのがいいかなと思います。日付の設定はこれまで通りテキストファイルで編集いたします。今回ねちょっと編集する前でしたので古い、ね、日付が入ってしまっていますが、こんな感じで日付がね綺麗に入ります。そしてスペックですけれども、このように AVI ファイル、フレームは 30fps で、メモリーはマイクロ SDHE の 32GB までクラス10推奨しています。充電で、ね、結構かかります、5時間。そして動画は 1920×1080 モーション JPEG、 充電5時間かかるんですけれども、録画はね18時間できるということで結構持ちますね。これですのでかなり、ね、長時間録画見守り監視できるかなと思います。充電する際はこのように USB に挿すとこんな感じで点滅して充電されます。ここに USB が付いていますので、どうもね給電もモバイルバッテリーとしても使えるようです。さすがにこのままだとむき出し状態でバレバレですので、この蓋のシールを貼ります。こんな感じでシールになっていますので、うまいこと本体にね貼り付けます。こんな感じで貼り付け完了いたしました。このようにねなんかぽく文字が書いてあります。まあねどこのスマホだよっていう感じですけれども、パッと見はね iPhone のジェットブラックっていう感じでしょうか。で最後の仕上げとしてこのビニールを剥がします。おお、いかにも液晶画面って感じですね。反対側も今貼ったシールの上にある。おお、こんな感じ。これで完全体となりました。予備はもう1枚あるので、またね SD カードを出して入れる際も安心ですし、ちょっと上の部分だけ剥がして、ね、抜けば SD カード抜けるかなと思います。ポーチも付属していますので、持ち運ぶ時に、ね、傷がつかないようにすることができますね。ということでオフィスにこうさりげなく置いておいて、結構ね近い距離から広く写すことができますので、アングルをちょっと最初はね気にしてセッティングして一度試し撮りをしてみることをお勧めしますが、オフィスのテーブルに置いたり家のねテーブルに置いたり、あとはさりげなくこう持ってね対象のものを撮ったりということで、いろんな用途に使えるかなと思います。こういったのね検討されている方はある程度の目的がねあるのかなと思いますけれども、悪用厳禁ということで、ここにねカメラがついてますので、モバイルバッテリーとしてスマホとしてねこう擬態したカメラということで参考にしてみてはいかがでしょうか。なかなかねいろいろアイデアありますね。毎回ねどんな商品出てくるのかなって楽しみにしています。ということで今回は日本テクニカル株式会社のタクミブランドからモバイルバッテリーカメラ
スマートモバイルをご紹介いたしました。ケースはねモバイルバッテリーカメラとこのねパッケージになってるんですけども、まあ、どっちかというとスマートフォン型カメラという感じでしょうかね。まあ、モバイルバッテリーとも見れるしスマホともね見れるので、まあ、このあたりの呼び方はね特にこだわる必要ないかなと思います。ということで今回も見てくださりありがとうございました。